ゴールドの今年1年間ですね、どんな感じに推移していくのかっていうことをシナリオ想定していこうと思うんですけれども、その前にですね、2023年について再確認してみると、このあたりから始まって1年間がこういうふうに月足でローソク足をつけていまして、安値としてはですね、1800ドルを割れることなく上がっていっていると。高値安値としては、ここの安値からですね、高値安値高値という形でヒゲではありますけれども、高値を更新して上昇トレンドが継続しているっていうふうに見なせる1年を2023年は描いてきていましたので、2024年についてもですね、同じように上昇トレンドが継続していく可能性が高いだろうなというふうに僕自身は想定をしていまして、ではですね、2024年がどのあたりまで行く可能性があるのかっていうと、まあここの上昇トレンドラインの上昇チャネルラインがですね、一応上昇トレンドの利確目標になってきますので、ここのですね、2025年の時間軸とチャネルラインが重なる場所としてはですね、2600ドルっていうところがあるんですけれどもですね、今の時点から言うとですね、600ドルぐらい上がっていくっていう形になるので、さすがにここまではちょっと難しいだろうなというふうに思っていまして、もう少しですね、急な角度のこういう上昇トレンドラインと上昇チャネルラインですね、これを引いてみて、2025年を見てみると、それでもですね、2500ドルっていうところを指してきてしまいますので、もしかしたらですね、ここの上のところでですね、価格が推移してくると、一気に2500ドル近辺まで上がる可能性があるのかなというところですね。で、実態のラインで見てみると、ここのホリゾンタルを抜けてですね、実態がしっかりとこの1975ドル近辺ですね、このホリゾンタルの上のところに来ていますので、来年以降はですね、ここの1975ドル近辺のですね、ホリゾンタルをサポートにですね、上がっていくっていうことを想定しやすいのかなというところですね。で、2025年の1月ですね、1年後がこのあたりにの時間軸になりますので、ここの上昇トレンドラインですね、上昇トレンドラインがサポートになってくるっていうよりは、このホリゾンタルラインのサポート、こちらの方が効いてくるかどうかっていうところですね。もしここを割れたとしても、この上昇トレンドラインが控えていますので、1800ドルまで下がったとしてもですね、ここの上昇トレンドラインにサポートされてですね、ぐんと2025年以降に上昇していく方向になっていくのかなということですね。まあそうなってくるとですね、一回沈んでから上昇の勢いがついてきますので、2600ドルっていうところを来年再来年の2025年2026年のあたりに来ると、このあたりがですね、かなり空白が空いて上昇の勢いがつきやすいところになってきていますので、かなり楽しみな値動きになる可能性があるのかなということですね。チャート分析としてはこんな感じで考えられますし、ゴールドと競合するアメリカドルの金利がですね、2024年に入ってですね、下がってくると、 FRB が今年は金利を下げてくる可能性が出てきてますので、昨年と金利を上げ続けた中でさえですね、1800ドルを割れてくることなくサポートされて伸びてきているっていう事実がありますので、もし金利が本当に下がるっていう局面になってくるとですね、がっつりと上がってくる可能性も出てくるというところで、
ライン分析的にもファンダメンタル的にも2024年、2025年、2026年と年が経つごとにですね、上昇の勢いっていうものがついてくる可能性があるのかなというふうに僕自身は考えて、純金積立などを継続しつつ、これまで購入しているものについてもホールドし続けていこうかなというふうに考えているところになります。ということで、こちらの内容がもし参考になったっていうことであれば、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると励みになります。それではここまでご清聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。失礼します。